And we are jumping right back into Let's Play Excel versus Sword Art Online. We're going to talk to this guy and start episode 4. 今回はあそこに出たか。前とは違う場所だな。よう、あんたたちも異界ゲートを調べに来たのか。緊急メンテ通知後にフィールドに出現するようになった謎のゲートさ。異界ってのは俺が勝手につけた名前だけどな。出現場所も謎、出現時間も謎、しかもその先は見たこともない異空間だ。さらにそこにこうするように舞い降りし銀翼のアバター。ロマンだ、これはとてつもないロマンだね。ああそうそう、銀色のやつがゲートの近くをうろうろしててさ、あんたたちも興味があるなら行ってみるといいさ。何か面白いことがあったら教えてくれよ。銀翼のアバター、まさかロッタの仲間かもしれないな。行ってみよう。 This guy, he has really low textured armor and his name was Eccentric Man. Remind me if I ever play an MMO to name my character Eccentric Man.I don't play MMOs, so, you know, it's probably a really common name. I doubt it. 異界へのゲート、これか。確かに前はなかったね。銀の人は見当たらないか。好奇心旺盛なやつだ。もしかしたらゲートに入ったかもしれないな。すまないが、少し探索に付き合ってくれるとありがたい。もちろんだ、ロッタ。みんな、気を引き締めていくぞ。 Into the gate we go. ここの景観もだいぶ変わってるな。ここは世紀末ステージ、侵入不可能な廃墟群の並ぶ場所だ。世紀末、私が元いた VRMMO にここと酷似した場所がある。なんだって。ここだけではない。草原の荒廃した建造物や町の繁華街の雰囲気、まるで我々のゲームの要素が ALO に権限しているようだと思っていた。そいつはペルソナ・バベルの仕業なのか。それは私にもわからない。そうか。わからないことを話し合っても仕方ないわ。まずはクロウとやらを見つけ出して少しずつ整理していきましょうよ。どうしたの？なんか元気ないみたい。ローちゃんとはもしや私のことか。うん、そうだよ。ブラックロータスとかロッタちゃんって言いにくいでしょ。それなら短い相性がある。え、そうなの？教えて教えて。私を昔からよく知る者はサッチン、もしくはサッチェンと呼ぶよ。かわいいね。じゃあ私はサッチンって呼ぼうかな。ああ。 Alright, now wasn't that nice? Sachan sounds almost like Sachi. That's like begging for conspiracy theorists. サッチン、やっぱり元気なさそうだね。私でよければ何でも相談に乗るよ。ストレア、君は確か NPC だと聞いた。君ならこんな質問にどう答えるだろうか。アバターが過去の VRMMO に移動するなんてことがありうるのかどうか。それってつまりサッチンがそういう状態ってこと？なんて名前の仮想世界から来たのか言えなかったのはそういう理由？未来の別のゲームからやってきたって言ったところで
誰も信じないだろう。むしろ疑われるかもって。ストレア、いや、すまないな、変なことを言って。私自身、この状況が本当にそうなのか、だとしたらなぜ過去と現在の仮想世界がつながったのか、少し混乱しているんだ。私はね、もともとはユイと同じ MHCP なんだ。じゃなくって、だったんだよ。プレイヤーたちの心を癒し、悩みを聞く。そうすることで、存在意義を見出してもらうの。答えは導き出せないかもしれないけど、聞くことならいくらでもできるから。ね？ああ。ありがとう、ストレア。どうした、ストレア。これ、何？突然、頭の中に、何かが干渉してきて。ストレア！おい、しっかりしろ！なんだ、これは！キリト、アスナ、みんな！ストレアの様子が！どうしたんだ？わからない。会話をしていたら突然。ロータス、君にも変なエフェクトが出てるぞ。私はまだ大丈夫だ。それより。ストレア！誰かが、私の中に。ストレアさん、しっかりしてください。ストレア？今、この者から発せられている声は、この者自身の意識によるものではありません。今よりはるか、千年後の未来より送られています。何？千年後？ちょっとストレア、何を冗談言ってるのよ。今はそんな遊んでる時じゃ。妖精たち、時間はありません。この千年の時を超えたつながりは、とても微弱で、いつ途切れても、おかしくは、ないのです。って言われてもな。これは、未来の世界の誰かに、ストレアが乗っ取られたってことなのか？突拍子もなさすぎるぜ。普段ならそう思うところだが、今回の一件もあるし、信じる価値はありそうだ。千年後の未来人、でいいのか？あんたがどうやって過去に音声を送ってるのか、理屈を聞いてる暇はない。あんたが俺たちにアクセスした理由、ペルソナ・バベルと、今回の ALO での異常事態に関連してると考えていいんだな。皇帝。教えてください！一体、どうしてユイちゃんがあんな目に遭ってるんですか？黄昏の魔女は、千年後の未来に生きる者。魔女は自らを過去に送り込み、小妖精の封印と、抹殺を図っています。封印と、抹殺？理由は何だ？それが、こちらにとって、望まれていること。黄昏の魔女は、そう考えたのです。ユイちゃんの抹殺が、未来の世界で望まれていること？そんな、ありえない！これって、本当なんですか？いくら VR 世界とはいえ、私にはやっぱり、時間を移動するとか信じられません。猫妖精よ。時間移動は、可能です。量子回路を通じて時間流に乗りたどり着く。黄昏の魔女はそれを実現しました。今のこの声はその術の一部を使用しているに過ぎないのです。マジみたいね。現にそこにいる黒き鋼の少女は
妖精たちの生きる時代よりも未来の世界より権限せしものです。ロータスさんも未来から来たってことですか？とはいえ、そのものの時間流の移動は千年とは比べ物にならないほど微弱な規模のものです。おいおい、どういうことだよ。接続に限界か。待て、もう少し聞かせてくれ。黒き鋼の少女、案ずることはありません。黒き王の騎士たちもまた妖精の世界へと来ています。何？王との再会を皆心待ちにしていることでしょう。ネガネベラスのみんなが。妖精たちに全てを打ち明けなさい。皆協力してくれるはず。おい、もう少し話を。おい。え？キリト、どうしたの？え？もう両肩掴んでブンブンしないでよ。ストレアに戻ったようだな。ん？みんな私の方見ちゃって。一体どうしたのよ。ロータス。心配ない。急にめまいがしただけだ。大丈夫か？先輩、先輩に何をした！？お前、先輩から離れろ！お前が先輩を！待て！So in case that brief explanation of the plot went completely over your heads, as it should have, because the plot is ridiculous in this game. It doesn't make any sense. Some time travel, basically. やめたまえ！先輩、無事だったんですね！というか、君は！先輩くすぐったい！ドヒャン！変な声を出すな！なあ！あれ？え？豚さんです。なんで？どうして僕この姿に？ようやく落ち着いてきたようだな、この愚か者！どうしてほっぺをつねるんですか？いつものように頭に血が昇っていたからだ。この者たちは敵ではない。そうなんですか？まあ再会できてよかったな。すみませんでした、キリトさん。いや、気にしないでいいさ、シルバークローン。ハリユキだっけ？君も大事な人を守りたかっただけなんだろ。はい。ありがとう、ハリユキ君。さて、じゃあ改めて聞かせてもらおうぜ。はい、気になってました、あの未来の人の言葉。そうだな、全てを言わねばなるまい。私と春雪君、シルバークローは君たちの存在するこの世界よりも少し先の未来の世界からやってきた。え？先輩何言ってるんですか？ここは確かにブレインバーストとは異なる仮想世界みたいですけど、未来だとか過去だとかはさすがに。ブレインバースト、
それが君たちの生きる仮想世界の名前か。ああ、だがもう行っても構わないさ。あの未来のものも問題ないと言ってくれた。生きる時代が異なるのならなおさらな。この仮面も外そう。私の名はロッタ改め黒雪姫という。キリトたちからこの世界のことを聞くたびに引っかかっていた。アルブヘイムオンライン、それは私が生まれる数年前にあった VRMMO だ。ここは西暦2026年の VRMMO。 君たちが2047年からやってきたということは、私と春雪くんにとっては21年前の世界ということになる。なんだかやっぱり信じられませんね。確かにこれまで私たちいろんなことを体験したから、もう大抵のことには驚かないつもりだったけど、さすがに今回は開いた口が塞がらないわ。でもペルソナバベルは君たちよりももっともっと未来、千年後から来てるんだよね。ペルソナバベルのあのルール無用の能力も未来の技術ってことなの？実感が湧かないな。なんだか僕呆然としちゃって考えがまとまりません。私もさ。ただこうなってしまった以上は見て見ぬふりをするわけにはいかない。この世界にブレインバーストの要素が顕現していることも私たちが来たことと無関係だとは思えんしな。でも先輩、それはそのペルソナなんとかっていうやつの仕業なんじゃ？その可能性は高いとは思うが、断定するのはまだ早いと思うんだ。奴が行ったこととして確実なのは、塔を作り出しその中にユイを封印したこと、そして塔を守る異常に強いモブを操っていることだ。異常に強いモブを。ようやく私の存在を思い出したようですね、しもべ。こいつは。かわいいです。お人形さんみたいですね。本当ね。ちょっとゆいちゃんを思い出しちゃうな、アスナ。寄ってたかってブレイナ、我こそはビーイングの最高位、大天使メタトロンなのですよ。ビーイング、大天使メタトロン。すまんが、わかりやすく説明してもらえると助かる。はい、わかりました。でもメタトロン、どうしてその姿に？いつもの光る石みたいな。それはこっちが聞きたいくらいです。というか石とは何ですか？とりあえずラインに戻ろうぜ。一旦落ち着いた方がいい。そうだな。Alright, and we are back. The plot in this game is ridiculous. It doesn't. It's like they tried to like weave a cohesive plot when there was no way they were ever gonna manage that. But you know, I appreciate them trying. 先輩。どうした、ハルユキ君？この ALO ではブレインバーストと違ってバーストポイントが手に入りやすいですね。ああ、この世界に存在するエネミーはブレインバーストほど強すぎる設定がされているわけではない。もちろん例外はあると思うが、バーストポイントを貯めやすい環境には違いない。バーストポイント、確かに新しい数値の項目が追加されてるな。これはブレインバースト側のパラメーターなのか？はい、そうだと思うんですが、多少のアレンジはなされているようです。ブレインバーストでは全ての行動にバーストポイントの消費が必要になる。バトルへの参加、強化外装やアビリティの購入、
レベルアップに至るまで全てバーストポイントが要求されるのだ。基本的には対人戦で貯めていくのだが、エネミー、いわゆるザコモンスターを倒すことでもバーストポイントは手に入る。ただしブレインバースト上に登場するザコはとてもザコとは言えない強さなんだよな。ああ、攻略することを前提としていないような、そんな奴らも多い。ん？でもそのバーストポイントって個人管理なんでしょ？なんかこのステータス見ると私たちを一つのパーティーとみなして共有されてるみたいだけど。カーディナルシステムが ALO の仕様に合わせてアレンジしたとか。確かにカーディナルは恐ろしいほど柔軟に新しいゲーム性を作り出せるからな。このスバルトエリアに発生してる異常事態を踏まえて、黒雪たち別ゲームのアバターが来たことすら柔軟にシステムに組み込んでるのかもしれないな。もともとバーストポイントはゼロになった時点でブレインバーストを遊ぶ権限を失います。そういった意味ではこの仕様はありがたいですね。うん？失うっていうのはどういうことだ？バーストポイントを失ったバーストリンカーはブレインバーストに関する記憶を失い、二度とあの世界にはダイブできなくなる。バーストリンカーっていうのはブレインバーストのプレイヤーのことか。記憶を失って二度と。ブレインバーストは親から子へとメインデータをコピーすることでプレイヤーを増やしていく。 ALO と異なり一般的に周知された世界ではないのだ。リアル割れすることで犯罪まがいの行為をして強制的にバーストポイントを消されることもある。そうされないように我々はブレインバーストの存在自体と自らがバーストリンカーであることを秘匿し続ける必要があるのだ。未来の仮想世界は今と全然事情が違うんですね。でも記憶を消失させるなんて可能なの？脳を焼き切ったナーブギアを彷彿させるけど。それは事実だって思ってます。確かに実例としては少ないが、我々は見たことがある。ブレインバーストで戦っていた少年がバーストポイント全損によってブレインバーストについての記憶全てを失ってしまったのを。ちなみにクロートとロータスはナーブギアって言葉は知ってるか？はい、昔データベースで耳にしたことがあります。そうか、 SF 映画とかでよくある世界線の相違を疑ってみたんだが、今のところは地続きの時間流って感じか。何はともあれ、せっかくこの世界の仕様がバーストポイントを集めやすいのだから思う存分利用させてもらおう。なあ、そうしておくといいさ。So there's a brief explanation of Excel. They do a good job in this game of trying to explain Excel World for people who have never seen or read Excel World. I mean, they do an okay job. I mean, I don't really know how well they did because, you know, I know the show. I know how it works. Yo, Kibo! Argo! やっぱり残ってたか。当たり前だ。こんな状況ではいそうですかとログアウトしてるようじゃ情報屋の名がなくってもんだろ。相変わらずだな。いろいろと大変らしいな、キーボー。手伝ってやりたいのは山々だが、俺っちも今は情報の収集に忙しいんだ。ああ、分かってるよ。一段落ついたら合流させてもらうよ。ありがとう、アルゴ。何かいい情報があったら教えてくれ。もちろんだ。希望、頑張れよ。 New items are purchasable. We have a little... Yeah, you know, Argo still exists. Remember how she's like totally unused in the anime? She exists, don't worry. Don't be mad.Do I have any emails? I got no emails. Awful. Gotta get all the emails.
let's mess around with the party, because, you know, we've used these guys for a bit, and we'll try and use everyone. We'll mess around with the party. We've got Team S, triple S's, look at that. So it's all good. Let's save, just because we're here. And I think that's a good place to spot for now. Anyway, I've been the Sandy Man. And I will, hey Silica, I'll see you on the next episode of Let's Play Excel vs. Sword Art Online. Next episode, we're gonna find more people again, I guess. Try and understand the plot, that's what we're gonna try and do.